皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第154弾2回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、和比。次は死。これはと。次は思うという漢字を崩したものです。次は手。これは男。次は3文字、男。これはの。2文字、もの。2文字、いへ。これはと。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。わびしと思いて、男の物言えど。女は心細く思って男が物を言ってもとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず2文字、いら。次はへ。これはも。次はせ。これは手。2文字、なき。2文字、けれ。次は、は。2文字、おと。これは、こ。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。いらえもせで、なきければ、男。返事もせずに泣いていたので、男は、歌を詠んだとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは「た」。次は「に」文字「神」。これは2文字「そき」。これは「ゆ」。次は「ふ」。これは「つ」です。そして、け。2文字、とり。次は、か。2文字、から。2文字、ころ。これは、も。2文字、たつ。2文字、たの。2文字、やま。次は、に。これは、を。そして、り。2文字、はへ。次は、て。2文字、なく。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。たがみそぎ、夕つげどりか、からころも、たつたの山に、おりはえてなく。誰がみそぎをして放った鶏なのでしょうか。たつた山でも、いつまでも泣いていますよ。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは女。次は2文字、返し。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。女返し。女が返した歌となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは2文字、たつ。次はた。2文字、かは。2文字、いは。これはね。次はを。2文字、さし。次は手。2文字、行く。2文字、みつ。これは、の。次は、2文字、行く。これは、護衛の衛という漢字を崩したものです。上と読みます。読み仮名は、上。
次はも。二文字しら。次はぬ。二文字わか。二文字こと。次はや。二文字なく。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。竜田川岩根を刺して行く水の行方も知らぬ我が事やなく。竜田川の岩の根元を目指して流れて行く水のように、これからどこへ行くのかもわからないで私は泣いております。鶏も同じように悲しくて泣いているのでしょうか、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはと、これはよ。二文字見て。次はし、これはに。二文字けり。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。と読みて死にけり。と歌を読んで死んだとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まず二文字糸。二文字朝。二文字まし。これはう。次は手。二文字なん。次は二文字音。次は子。二文字板。次は木。二文字持ち。次は手。二文字泣き。ここは二文字で読んでみましょう。蹴る。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。糸浅ましうてなん、男抱き持ちて泣き蹴る。大層驚き呆れて男は女を抱きかかえて泣いたとなります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。